こんにちは、クロスケです。いつも動画をご覧くださってありがとうございます。今回はロードのですねビデオマイクロ2を購入しましたのでレビューしたいと思います。このロードのビデオマイクロ2は以前からありましたビデオマイクロというですねショットガンマイクの後継機種になります。私が今回ロードのビデオマイクロ2を購入した理由なんですが3つあります。1つはですね、気軽に YouTube の動画を撮影したかったからです。私は YouTube でガジェットのレビューなど皆さんの役に立つような情報を発信したいなと思っているんですが、実際に撮影するまでですねなかなか腰が重かったりします。もっとですね気軽に YouTube の動画を撮影したいって思ったからです。2つ目は聞き取りやすい音量や音質でなかなか録音がうまくいかなかったからです。普段ワイヤレスマイクやこのカメラのですね内蔵マイクなどで録音していたんですけれども、なかなか自分が思ったような音量や音質で撮れてないなっていうことがすごく悩みでした。自分の声がですねすごく違和感を感じているっていうのもあるのかもしれないんですが、すごく聞き取りにくいなと思っていたので、もっと皆さんが聞き取りやすいような音でですね録音がしたいなと思っています。3つ目なんですが、実は他の YouTuber さんたちがビデオマイクロを使われていて、本当はですね私もビデオマイクロを買うつもりだったんですが、ちょうどですねビデオマイクロ2が発表されて間もなく発売されるっていうタイミングだったんですよね。ちょうどそういうタイミングだったので、それであれば後継機のビデオマイクロ2を購入しようかなと思いました。実際購入した価格なんですけども、ビデオマイクロ2は Amazon で 12,500円で販売されていました。旧モデルのですねビデオマイクロは8000円台で販売されているので、ちょっと高くなっているんですけども、円安の影響か、仕方ないでもありますので、私はこのビデオマイクロ2を、購入しました。はい、ここからはですねビデオマイクロ2の特徴をお話ししたいと思うんですが、このビデオマイクロ2の特徴は3つあるかなと思います。で、1つがですねやはり小型で軽量なので持ち運びも簡単ですし、カメラの上につけてもですねそんなにこう圧迫感がないと言いますか、街中にもですね持ち出しやすいかなというサイズになっています。全長がですね 80mm で重さがですね 39g ですので、何かですねリュックの中に入れたりしても全然邪魔にならないようなサイズ感になっていると思います。2つ目なんですが、マイクの指向特性にスーパーカーディオイドが採用されていて、マイクのですね前方の部分っていうのは非常にクリアに音を拾いつつも、側面であったりとか後方っていうところの音は遮断してくれるみたいなんですよね。私のようにですねカメラに向き合ってガジェットの紹介をするような使い方であれば、すごくこの用途が合っているなと思います。で、3つ目なんですが、皆さんすでにお気づきだと思うんですけども、このショックマウントがですね新しいものになっています。で、このショックマウントの名前はヘリックスアイソレーションマウントと呼ばれている新しいシステムになっています。で、このショックマウントなんですが、ビデオマイクロ2のためにロードがですね独自に設計をしている新しいものになっています。で、これ初めて見た時ですね、何かこう斬新な感じがして、すごく特徴的でかっこいいなって思いました。機能的にはですねマイクを使用した時のですね衝撃であったりとか、取り扱い時のですねノイズっていうものから保護してくれるようなものになっています。はい、それではですね付属品を紹介したいと思います。このですねマイク本体とヘリックスアイソレーションマウント、この2つは付属してきています。でですねロードのおなじみのですねこちらのファー付きのウィンドウシールドも付属しています。とですねビデオマイクロには付属しなかったと思いますが、フォームのですねウィンドウシールドも付属してきています。こんな感じでですね差し込むと使えるようになっています。はい、あとケーブルがですね付属しています。まずですねこちらの 3.5 ミリの TRS-TRS のケーブルになっています。で、ビデオマイクロの時はですねこちらがカールコードになっていたと思うんですが、今回のですねビデオマイクロ2ではこれ見えますかね、ちょっと平型のですねケーブルになっています。で、この平型のケーブルになっているので、ですね先ほどのこのヘリックスの、アイソレーションマウントですね、こちらの下にあるリング状のちょっと見えますかね、ここが実はですね溝がありますが、ここにケーブルを縦にですね入れて、こんな感じでですねケーブル管理用のスロットの部分ここに差し込むことで、実際カメラ周りのですねケーブルの配線がすっきりするかなと思います。はい、で、もう一つついていまして、こちらがですね 3.5 ミリの TRS-TRRS ケーブルになります。こちらはですねスマホで使うときに便利なものになります。今までのですねビデオマイクロとかですと、
スマホで使いたいときはですね、これ別売りになっていて2000円ぐらい実はするんですよね。でこれはですね、ビデオマイクロ2には初めから付属しているので、初めてこうマイクを買う方にもすごくおすすめできる点かなと思いました。はい、では簡単に使用方法をご紹介したいと思います。このビデオマイクロ2なんですが、プラグインパワーのモノラルマイクなので、カメラのですねマイクプラグに差し込むだけで利用することができます。カメラと接続するときは TRS のこのケーブルをですねマイク側にもセットしまして、あとですねカメラ側にも接続してあげます。でですね、カメラにこう接続したときにこのケーブルが少し邪魔になるようであれば、このリングの部分のですねケーブル管理スロットに差し込んであげればセットアップがスッキリするかなと思います。はい、ここからはマイクの聞き比べをしたいと思います。で今はですね、私はこうロードのワイヤレス GO で録音しているんですけれども、今からですねロードのビデオマイクロ2と、あとですねカメラの方 ZV-1 なんですが、この内蔵マイクで録音した音声を聞き比べたいと思います。はい、今ですね ZV-1 のカメラの内蔵マイクで録音した音声です。音声の違いは分かりますでしょうか。カメラの距離はですね、だいたい30センチぐらいになっています。カメラのですね、録音レベルの方は25になっています。大体ですね、マイナス12デシベルぐらいの音量で取れているかなと思います。いかがでしょうか？聞こえますでしょうか？はい、今ですね、ロードのビデオマイクロ2に切り替えました。カメラはですね、ZV-1 を使っています。距離はですね、マイクまで大体30センチぐらいで、本当に室内で話しています。室内の中でのノイズの発生源となるのは照明ぐらいかなと思うんですが、ちょっと黙ってみます。どうですかね。今私の耳では照明のですねこうサーというようなノイズが聞こえているんですが、カメラの方では拾っていますでしょうか。照明はですねちょうどこのビデオマイクロ2の後ろ側にある状態です。いかがでしょうか。はい、ではですね、今はこれもビデオマイクロ2をそのまま使っているんですが、ウィンドシールドをですね、室内なんですけどもつけてみたらですね、どんな感じで聞こえるのか試してみたいと思います。まずですね、この、フォームのですねウィンドシールドをつけてみたいと思います。はい、今ですねフォームのウィンドシールドをつけてみました。先ほどと同じくですね、ZV-1 側のカメラのですね、マイクは録音レベル9で撮っています。いかがでしょうか？聞こえますでしょうか？はい。ではですね、ここからは、ファーの方にですね、切り替えて録音してみたいと思います。はい。今ですね、ビデオマイクロ2のマイクの方にですね、ファーのウィンドウシールドをつけてみました。実はですね、結構圧迫感があるといいますか、もうほとんどカメラのレンズも見えないような状態なんですが、これ室内で今撮っています。 ZV-1 側の録音レベルっていうのは9で撮っています。はい、マイクの音声を聞き比べてみていただいていかがでしたでしょうか。まだですね、私も音声を聞いているわけではないんですが、このロードのですねビデオマイクロ2で録音した音声が、聞きやすくですねなっていることを、願いたいなと思います。今回はですね、室内で試してみましたが、機械を見てですね、屋外でも試してみたいと思いますので、また次の動画も見ていただけますと嬉しいです。最後までご視聴くださってありがとうございました。